皆さんこんばんは、MK です。マインクラフトパート128やっていきましょう。今回はクリーパートラップ作りやっていきたいと思います。前回の生放送で材料集めはある程度進めておいたんですが、それだと全然足りなかったので実況外でも集めておきました。あとはこちら大きく整地もしておきましたので、今回はちゃちゃっと作るところからやっていきましょう。じゃあまずはレバーとレッドストーン松明、トライデント、ピストン、観察者、このあたりを使ってクリーパーを処理するところを作っていきましょう。あとはまあ石とかガラスも大量に持っておきましょうか。豚さんちょっとそこにいると邪魔ですよ。よくそんな細いとこ今通れましたね。そしたらよし、早速作っていきましょう。まずはホッパーですね。待てよ、ホッパー6つだな。ちょっと作ってきます。はい、持ってきました。作る前に大まかにイメージを説明しておきますと、今からここにクリーパーを沸かせるための層を大量に作っていきます。でそこでクリーパーが沸いたら水を使って真ん中に流すと、でその水でバーッと流れてきたクリーパーをここでバーッと倒して、火薬が手に入る、そんなイメージですね。ちょっと擬音語が多くてイメージ伝わらなかったと思いますが、まあそこは作っていくうちでまた細かく説明していきたいと思います。そしたら今度はガラスを使ってこの周りを囲っていきましょう。こういう感じですかね。この4つのところにクリーパーが落ちてきます。でクリーパーを倒す機構を今から作っていくんですが、まずは観察者をここに置く。で観察者、あ待って逆ですね。はい、ここ一回こうなっちゃうと中に入ってる。 OK。まあ今のはチェストがちゃんと動いてるかチェックしたということでよろしいでしょうか。 OK。 こうして観察者っていうのはこの目の前で何か信号が起こると信号を発するみたいな、そういう感じなんですよね。そしたら今度はピストンをここに置く。でピストンピストンピストン、こんな感じですね。そしたら今度は観察者をなんでこんなに逆になっちゃうんでしょうか。観察者をこうやっておく。あれ待って、これピストンの前に置かないとダメですね。こういうところ皆さんは気をつけてください。はい、ここ観察者を置いてここにピストンを置いていく。じゃあこれ一回全部剥がした方がいいですか。なんかこういう置く方向とかね、こう MK さんが立ってる方向で決まってしまうのでちょっとあれなんですが、観察者逆ですね。これ分かりにくいな。こう置いて、でここにいるってことはこっち側違うな。こう置く。オッケーオッケーオッケー。そしたらピストン、あれ一個足りないんですけど、この中に入ってしまったんでしょうか。ありました。まあアイテム落としてもね、この中に入ってるんでなくすことはないと思いますが、はい、とりあえず一周回しました。で今からここにレッドストーンの松明を置いていきます。でここにもポンと置いて、で今度はここにもポンと置いて、ここにも置くと。そうすればはい、こうやってくる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 このピストンが回っていくんですよね。これどういう仕組みかと言いますと、ちょっと待って、一旦うるさいのでレバーつけてもいいでしょうか。観察者の目の前でこのレッドストーン松明が光るじゃないですか。で光るとこの観察者がこのピストンに指令を出して、ピストンがポンと出ると。でポンと出るとこのレッドストーン松明が光って、またこの観察者が観測してっていうのがくるくる回ってるんですよね。なのでここでレバーをポンと押すと、はい、こういう感じで風車状にピストンがくるくる回ります。で今回はこのど真ん中にトライデントをポンと刺し、ミスった。私は入れないで、トライデントこの真ん中あたりにポンと刺しておきます。そうすればはい、トライデントがこういう感じで無限に動くんですよね。でここに敵が入ると無限にダメージを食らう、そういうシステムみたいです。ちょっと今はうるさいので止めておきましょう。はい、これでとりあえずクリーパーを倒す仕組みは完成しました。そしたら今度はクリーパーが出られないようにここにガラスを積み上げていきましょう。もう一段ぐらい積み上げた方がいいかな。そしてそう、今回なんで MK さん天空に作らないんだという意見あると思うんですけど、あそこで待機したいんですよ MK さんは。そう、結構前に作ったこのなんか絶対大丈夫な待機所、ここで待機してるうちにアイアンゴーレムトラップも動く、これなんだったっけ、スイートベリーか、スイートベリー装置も動く、雪玉製造装置も動く、でクリーパートラップも動く、そういう感じにしたいので、若干効率は落ちると思いますが、今回はこの地上に作っていきたいと思います。効率を重視する方は天空に作った方がいいと思います。そう、なんかなんで天空に作った方が効率がいいのかと言いますと、ここに作っちゃうとこういう地面
面にも湧いちゃうんですよね。なのでこの辺も全部湧き潰ししないといけないんですが、天空だとそれをする必要ないじゃないですか。なので単純に天空トラップっていうのは天空に作った方がいいんですよね。そしたら今度はここをどんどん伸ばしていきましょう。8マス伸ばすので1、2、3、待てよ4、5、6、7、8、ここまでですね。ここまでガラスを、左右に伸ばしていきます。でここで皆さん気をつけてほしいのが、東西南北、あっちが東、私で言うとあっちが東、あっちが西で、あっちが北なんですよね。で東と西にこの水路、今からここ水を流すんですけど、水路を作るように皆さん気をつけてください。そうしないと今からやるその雲の湧き潰し、それが意味なくなっちゃうんでね。 1,2,3,4 OK。でその今回の作り方は、コメント欄でたくさんの方が教えてくれました。いつもありがとうございます。そちらを参考に作っていきたいと思います。なので正直あんまり成功する確度が高くないというか、まあでも成功してないと動画出してないと思うんで、その辺はまあこの動画が出てる時点で成功はしてると思います。なので皆さんそこはご安心ください。そしたら待て、ここぐるっと水が漏れないように、ガラスを置いていきましょう。そう、本当はね、天空に待機場をまた作ってとか思ったんですけど、アイアンゴーレムトラップも同時に動かすとなるとこうなっちゃいますよね。そしたら待て、ここ足場登りまして、そろそろ夜ですね。夜になる前に水だけ流したい。水だけ流したいんだけど、待て、一個だけ余計なガラスがあったと思う。どこ行った？待て、あ、これか。はい、これを壊しまして、そう、こういうのはね、しっかり左右バランスよく作りたいというのが MK さんのあれですので、そこもよろしくお願いします。水がない、水がないので一回寝ましょうか。ゾンビとかが湧き始める前に寝ていきましょう。ちょっと今ダイビングで寝ていきましたけど大丈夫でしょうか。腰とか痛くしていなければいいんですが、そしたら今度は水、1,2,3,4 個あればいいかな。一応ここに無限水源も作ってるんで、いざとなれば無限水源を使っていきましょう。豚さんがちょっと大量に湧いているみたいですけど、無視していきまして、ここにパッと水を流していきます。 MK さんは流されないように、そう、2つ流せばこういう感じで綺麗な水流になりますね。で真ん中にこう水が漏れてないか皆さん確認しながらやった方がいいと思います。まあ8マスだったら大丈夫だと思いますけど OK。 はい、とりあえずこれでクリーパーを真ん中に寄せる機構は完成しました。そしたらこっからは結構難しいですよ。石を使って枠層を作っていきましょう。待て、一旦バケツが邪魔なので寄せておきまして、ここから1段上に、待て、 16×8、 16×8 で作っていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6、 ここですね。この水のところから1個手前、これを意識するといいと思いますけど、1,2,3,4,5,6,7,8 OK。 ちょっとカミカミでしたけど、こういう感じで頑張って作っていきましょう。そしたらこっち側も1,2,3,4,5,5,6,7,8 OK。 そしたらあとはここを全部石で埋めていきます。別に石じゃなくてもいいですね。不透過ブロック、あれ？なんで？嘘。どっちかミスった、どっちかミスってるっぽい。そんなことある？あ、待って、あたた、一番最初を1と数えるの MK さん間違えたでしょうか。1,2,3,4,5,6,7,8、 こっちが合ってるわ。こっち側ミスってますね。あぶね。最初に置いたブロックも皆さん数えてやってくださいね。はい、そしたらここを埋めていくようにパーッと石を置いていきましょう。はい、置き終わりました。そしたら今度は反対側にもこれを作っていきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6 で、こっから1,2,3,4,5,6,7,8 OK。 なんとか整地の範囲も足りたみたいですね。よーし、じゃあこれもどんどん埋めていきます。ちょっと体力大丈夫？MK さん、しっかり降りてくださいね。はい、オッケー、全部置き終わりました。そしたらちょっと下が暗いので湧き潰ししておきましょうか。そうしないと建築中にゾンビに襲われてしまうんでね。そしたら今度は歪んだボタン、まあこれ歪んでなくてもいいんですけど、ボタンとトラップドア用意してください。あとはこれか、ガラスは持ってるな、ガラスは持ってるんで足場、そう、足場ブロックがね結構大量に必要なんですよ。剣とか今いらないか、あ、トライ、あれ、なんでトライデント持ってる？
なんでトライデント MK さん回収していたんでしょうか。もう一回刺さないといけないみたいですね。待て待て待て、どこで回収した。はい、そしたらここにポンと刺しておきましょう。これでしっかり動くんでしょうか。もう一回見たいと思いますが、どうだ。あ、動いてるね、動いてるね。あんまり近づくとこれトライデント回収しちゃうみたいなんで、そこちょっと皆さん気をつけてください。はい、そしたら今度はボタンを置いていきます。で、ボタンをどうやって置くかと言いますと、ここかな、1,2,3,4,5,6,7,8、 こういう感じで一マス開けて置いてってください。そしたらまたここも一マス開けて置いていきます。で、これなんでこうやって置くのかと言います、あーたミスったなんでこうやって置くのかと言いますと、雲対策。そう、クリーパーっていうのはクリーパーだけ沸かすんですよね、今回は。で、クリーパーだけ沸かすのにどうやるのかと言いますと、天井をちょっとだけ低くするんですよ。そうすればゾンビとかスケルトンと違ってクリーパーは背が低いので、背が低いものしか湧かないという判定になるんですよね。で、その時に雲、雲も大量に湧いてしまうので、雲対策としてこのボタンを使うみたいです。はい、そしたらここ全部ボタンを置きましてちょうどよかった。そしたら今度はこの間に足場ブロックを置いていきましょう。で、この足場ブロックはなんで置くのかと言いますと、クリーパーが圧死しないように圧迫されてやられちゃうっていうケースがあるので、こういう感じで足場ブロックを置いていきます。足場ブロックだったらクリーパーとか敵もこれ通り抜けることができる、プラス湧かないという判定にも なるのでちょうどいいということなんでしょうね。そしたらはい、ここに足場ブロックどんどん置いていきましょう。これさ、結構大変なんですよね。ずっと押しっぱ、右クリック押しっぱにしちゃうと上にカンカンカンと積み上がってしまうので、積み上がらないようにどんどん置いていきましょう。はい、置き終わりました。そしたら今度は天井を作っていきましょう。そう、ここが1層目になるんですが、3マス上に積み上げて、ここなんでこの間は2マスになるようにして天井を張っていきます。やーたた、嘘でしょ。張るこの範囲はその地上と全く同じ範囲ですね。こういうところはちょっとややこしいので壊しておきましょう。もう夜早くないか、なんでここに置いてる。こういう感じで装置作りをミスってしまうと効率が変わってしまうので、しっかりやっていきましょう。待てよ、これさ、後ろ側に落ちないようにしないといけないんですが、ここまでで大丈夫ですか。 OK。 はい、そしたらここも水に落ちないようにしっかり張っていきましょう。また夜になってきましたけど、待て待て待て、夜が明ける前にここだけは、明ける前にっていうか真っ暗になる前にここの天井だけは張らせてください。いやー、そう、結構ねこれ時間かかるんで、今回のパートで終わらないと思います。多分2パートぐらいかけてこのクリーパートラップ作りはやっていきたいと思います。今までのクリーパーっていうか今までのトラップ作りの中でも多分一番でかい装置になるんで、ゾンビトラップとかスケルトントラップ過去にやりましたけど、あれよりも大変なんじゃないかな。はい、そう言ってる間にとりあえずここは真っ暗にできました。はい、そしたら待って、バーっと行って寝ていきましょう。そう、建築中もねエリトラつけておけばこういう感じでショートカットできたりするんで、建築中のエリトラ皆さんにもおすすめです。そしたら松明待ってこれ忘れてましたね。さっき湧き潰しすると言って全然しておりませんでした。はい、そしたらここは松明を置いて敵が湧かないようにしておきましょう。さっきも全然湧いてなかったんで、まあ湧かないのかもしれませんが。そしたら今度は足場ブロックを置かなかった列にトラップドアを置いていきましょう。こうやって天井をちょっとだけ狭くするとクリーパーしか湧かないようになるんだと思います。確かにこうすれば2マスはありませんもんね。ゾンビとかスケルトンは湧くことができないんでしょう。で、地面には一マスしかないので雲も湧けないという仕組みだと思います。いや待って、これ結構置いてくの難しいな。後ろとか前に落ちないように気をつけないといけないんですが、あとは開けないようにも気をつけながらやっていきましょう。いや、トラップドアってね結構木材使うんで、あー落ちちゃった。ほら、待って待って待って、ここまで落ちちゃったらどうしよう。待てよ、これ一旦壊すしかないですよね。じゃあここの壁を壊して脱出しましょう。嘘でしょ、待って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 、やらかしたわ。ちょっと待った。どうなったどうなった、今のはどうなってしまったんでしょうか。こことここか、こうすれば収まる。 OK。 はい、なんとか、なんでなんでガチャガチャ動いていたんでしょうか、よくわかりませんが、トライデントは回収してない、大丈夫。あれ、あ、なんか外れてる。なるほどなるほど、レッドストーン松明がちょっと水で外れちゃったみたいなんで、しっかりここに刺しておきましょう。こうすればガチャ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 動いてますね。 OK。 もうなんでこうなる。いや、ほんと水のところは気をつけましょうね皆さんも。
水をこうやって甘く見てるといろんなものが流れてしまうので、はい、じゃあここ上に上がってもう一度付け直していきましょう。さっきはどこまで付けたんだ、ここまでですね。でこれを今度は反対側もやらないといけないので、なかなか時間がかかるんですよね。そう、トラップドアはね、木材を大量に使うので、ちょっとこれ用意するの大変だと思うんですが、その辺は皆さん気合でやりましょう。 MK さんも気合でやったんで、よし、じゃあ反対側天井とトラップドア付けていきましょう。これがもうめちゃくちゃ大変なんですけど、本当に。これじゃあちょっとやってる間に一つお話なんですけど、この天空トラップタワーなんですけど、天空トラップタワーじゃないね、今回はね。このクリーパータワーなんですけど、今からこれ層を作っていくんですよ、どんどん。で、この層をどれぐらい作ればいいのかと言いますと、ほんとお任せ。MK さん今回5層ぐらいでやろうかなと思っております。やればやるほど多分ね、効率が上がるんで、まあでもね、あんまりやりすぎてもしょうがないと思う。マックスでも10とか、まあ8ぐらいでいいと思うな。10やってもね、8やっても多分ね、もうそこまでいったら変わんないと思います。なのでまあ5から10ぐらいで皆さんの好きな数で調整してはどうでしょうか。まあ極端な話、3層ぐらいでも全然いいと思うんで、その辺は皆さんの欲しい火薬の数次第って感じですね。いろいろ考えながら作ってみてください。はい、オッケー。トラップドア置き終わりました。そしてトライデントやっぱり回収していましたね。はい、じゃあここにぶっ刺しておきましょう。完璧。そしたら今度はこの周りに壁を作っていきます。壁といってもあんまり大きな壁ではなくて、あー待てよ、こうすると MK さんそっちに戻れないんでしょうか。ここにぐるっと一周するだけなので、この下のマスはいらないですね。はい、じゃあぐるっとガラスで壁を作っていきましょう。待て、落ちないようにしないといけないので、それだけちょっとめんどくさいんですが、そう、この壁を作っておかないと今から水を流した時に周りに溢れ出ちゃうので、水を流す前に先に壁を作っておきましょう。もう夜待って、早くないか、マイクラの時間が本当に早すぎる。いや、マイクラじゃなくてもね、本当1日って早いんですけど、皆さんはなんか1日を有効活用できていますでしょうか。何の話何の話かちょっとわかりませんけど、待って、ガラスをここに置いて、ここに置いて、オッケー。はい、もうちょっとで一周ですよ。しっかり置いていきましょう。待って、これ MK さん出られなくないか、単純に。ちょっと出られなくなりそうなんですけど、まあいっか。とりあえず全部水とかも流してから出たいと思います。一回寝ようか。一回寝たいと思うんですが、なんでさっきから落下ダメージ食らってる？エリトラがあるんだからさ、落下は軽減できると思うんですけど、その辺 MK さんどうなんでしょうか？うわ、入れなくなってる。こうなっちゃうと困るんだよな。待って。一旦じゃあここだけ取ろう。ここだけ最後に埋めたいと思います。そしたら待てよ、そこもだな。こっちに来まして、ここはガラスを張っておきまして、こっち側じゃあこれ一旦壊して、こっち側つなげていきましょう。はい、しゃがみながらこう来て、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 OK。はい、とりあえずこれでなんとか壁は完成しました。そしたらここに水を流していきましょう。水とりあえず8つ9つ10個わかんないけど結構大量に持ってきました。こちらどんどん流していきたいと思います。でこの上にトラップドアがあるので漏れないんですよね。でコツとしましては、これミスってる、これミスってます。ここに向かって、ミスってないわ。ここに流していく。いいんですね。オッケー、こういう感じでどんどん水を流していきましょう。そうすれば、クリーパーが湧いたら、この水の力でどんどん避けていくというか、真ん中にね、寄せられていくという感じだと思います。はい、じゃあここも水バケツでパーッとやりまして、反対側もやっていきましょう。そう、無限水源作ってからじゃないと、作業が大変になると思うので、ぜひ皆さんも作業する前には無限水源作っておいてください。はい、そしたらどんどんこっち側も流していきましょう。はい、オッケー、流し終わりました。これで第1層目が完成ですね。1層やるだけでめちゃくちゃ時間がかかってしまったので、今回はこれぐらいにしておきましょうか。次回までに層は全部作っておきますので、その後の天井作りと実際に動くのか、次回はやっていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。